ウラル系諸族の分布ウラル系民族は、ウラル語族の言語を話す民族の総称。次の二つの民族に対別される、ウラル系民族を特徴づける遺伝子は Y 染色体、ハプログループ N である。このタイプは極北を中心に広く分布し、ほとんどのウラル系民族で高頻度に観察される。フィンウーゴル系民族では N1A1。 サモエイド系民族では N1A2 が高頻度である。ハップログループ N は北東アジアから東アジア北部を起源とし、中国領が文明時代人の人骨からも60%以上の高頻度で観察されている。またマトドナハップログループ Z は極北地域を中心にサーメ人、フィン人、イングリア人、カレリア人、シベリア、北東アジア、中央アジア、朝鮮、 日本などで観察されており、Y 戦色体、ハップログループ N と同じような流れが想定され、ウラル系民族の拡散との関連を示唆するものと考えられる。ウラル系民族のうちサモエイド系民族は、モンゴロイド、フィン・ウゴル系民族のうちハンティ人、マンシニンなど、ウゴル系民族は、モンゴロイドとコーカソイドの混合型、フィン人、イングリア人、サーミ人、エストニア人、 カレリア人など、バルトフィン系民族は高ーカソイドに属する。ウラル系民族、とりわけフィンウゴル系民族と関連する考古要素に、クシメ分土器がある。この、クシメ分土器の最古のものが、両画地域の交流久保文化の遺跡で発見されており、ウラル系民族と両画文明の担い手集団の関連性が示唆される。クシメ分土器は朝鮮においても重要な要素であり、 朝鮮民族の寄草は、ウラル系民族の可能性がある。言語学的知見からは、サモエドソゴとフィンウゴルソゴの分岐年代はおよそ、紀元前4000年頃と考えられている。ウラル系民族の元凶は、ウラル山無役西部やサヤン地域とする説などがあるが、両画文明の遺骨から高頻度の Y 染色体、ハプログループ N1 が確認された。これは、N1 の多様性が、 両河地域で高かったことを示しており、ウラル語族の言響は遠く、両河地域まで遡る可能性も出てきた。串目分土器は、最古のものが、紀元前6200年頃引く、紀元前5400年頃の交流久保文化の遺跡から発見されており、その後安柄川上流域の遺跡で、前5000年期の総順位より出土し、エニセイ流域のウニク遺跡では、 前4000年期終末前3000年期諸島、西シベリアのソイオビ地域では、前4000年期終末前3000年期後半から出土していることから、ウラル系民族は、紀元前6000年頃より、両賀地域から移動を開始し、紀元前4000年頃には、西シベリア、ヨーロッパ北東部へ至ったものと推定される。朝鮮半島では、紀元前4000年から、 紀元前1500年にかけて、串目分土器が発見されるほか、ウラル語族に広く見られる中ジタボインが古代朝鮮後に存在したと考えられることから、朝鮮民族の寄草が、ウラル系民族である可能性が示唆される。また、日本の日本海側や東北地方に観察される中母音の、中ジタボインのについてもウラル語族の音声特徴に由来する可能性がある。ウラル系民族は、 ユーラシア北方の新葉樹林、またはツンドラ地帯において、狩猟採集とトナカイ遊牧を制御にする民族が多い。マジャール人のように、キバ遊牧を制御とする民族もあった。ウラル系民族の自称として、サーミ、スオミ、サーモットなどがある。ネネツ人は、サーモット、サーミット、サーミと呼ばれていたのを、ロシア語風の発音が加わり、サモエードとなったとされ、 サーミ人などと共通する。これらは共通の語源に遡るものと考えられる。ありがとうございます。